はい、どうも、ゼータディビジョンオニアス。さあ今回ついに参りました、ゼータショッピング第1弾。今回はね、ゼータ、パートナーの弁慶様よりもう最強のモニターをいただきました。商品名 XL2586X ですよ。もうね、次世代型の本当にね最強なんですが、やっぱり最強のモニターを紹介するには僕はね一人ちょっとやっぱこのゼータショッピング足りんかなと思ってまして、最強のパートナーを連れてきました。ではお願いします。最強のパートナー鈴木のりあきカモン。なんで俺こんなすごい壮大に呼び込まれてんの。はいって感じでね、いやもうだいぶ変わったなっていうところねたくさんありますんで、従来との変化をちょっとね、はい、聞いてもいいですか、ね、あもちろんです、はい、まず僕個人的に変わったなって思うところ、この台座のデザインがね、ほうより良くなってます。マウス動かしやすくするために極力こうちっちゃくこう斜めにしたりとかねというところで、キーボードだったり、うんうん、マウス操作っていうところをより広く使えるような、ね、足っていうのはこれは継続してそのままいいんですけど、うんうん、この横のね見ると分かるんですけど、この高さ調整のこの部分がかなり操作しやすくなってて、これはなんかベアリングを搭載することで、うん、よりスムーズに思い通りな高さで設定できる。ここにメモリもついてるんで、あとこれね僕は結構今回一番最初にうおーってなったのはこの接続端子が、うん、今まで下から上に差し込む形だったのが横から差せるようになってると。 DP ケーブルって抜くときに両方からこうつまんで引かなきゃいけない、ね、こういう風に刺してるとこうつまめないんですよ ね、 そうですね。だからなかなか DP ケーブル抜けないっていう現象がよくあったんです。あとこの後ろの余計な情報とかも取らないようにして、そうそうそう集中できるみたいな。そうだからまあこれまさにあれですよね、うん、九州豚骨ラーメン系である集中シートっていうんですか、味に集中しますみたいな、味に集中するみたいなね、あれと同じ原理だよね。もうプレイに集中できますよってい う、 そう昔からあるいいものはしっかり継続して使われてます、うんうんうん、例えばこのヘッドホンのかける、うん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 、あれとかも、あとこのロゴがねちょっと立体的になってなんかより高級感のあるとスタイリッシュですよね、うん、めちゃくちゃとボタンが、うん、あれ前まで結構いっぱいついてたのがこれスティック状になってて右とか左とか動かせるようになってて、おでより操作するボタンがかなり少なくなってて、ふばって触ると5つ4つぐらいボタンがついててどれがなんだかっていう、そうどれがなんかやっぱ若干あったのが、だから高さも目盛りも全部だから結構視覚化がテーマになってるのかなと僕思いましたね、うん、利便性の視覚化、うん、でも結局のところ、うん、じゃあモニターって外見良ければいいんですかって話ですよね。なるほどね、んなわけないじゃないですか。そうそれはそうよ、結局我々ゲーマーは何を見るかって性能ですよ、やっぱり大事なのは、ね、そうね性能だよね。でモニターって言ったら何を一番重視します。だからやっぱりこれは僕だけじゃない、正解、うん、フレームレートまだ言ってないけどね、ここなんですよ、答え言ってないけどね、はい、もうシンプルに聞いちゃいます、はい、このモニター何フレームレートまで出るんでしょうか。はい、このモニター 540Hz になってます。 540Hz、はい、経典同値、みんなが見ているドラマの18倍、うん、これよく見えるってことですよね。確かに細かく見えるということですね。ぬるぬるに見えるということです、ね、いや晴天の霹靂、晴天の霹靂なんか今日出るね、たまげました言葉が。ってことは、うん、結構僕まあ、FPS ゲームとかで、うん、スナイパーライフル好きなんですよ、はい、結構スナイパーって、うんうん、出た瞬間に一部撃たないと、うん、キル取れないじゃないですか。そうだね、まさかその辺にこれ直結します。いやもうかなりスナイパー良くなると思うんですよ。例えば壁から敵がパッて出てくるのももう540分割でかなり細かく見えてるので、本当にちょっと出てきた瞬間からもう目では視認できる。あじゃあ僕もこれ使って、うん、ゼータプロチーム待ってろよ。誰の代わりに入る、ラズ。でもまあ無理やくさん、はい、逆に質問、はい、すごいのそれだけなんですか。これそれだけじゃないのよ、まいったそれだけじゃない。それだけじゃないのよ。どちらかというとですよ、このゾーイさんのモニターの本当のすごいところって、うん、残像感のなさ、ちらつきのなさっていうのがゾーイさんのモニターの最大の特徴。ファスト TN パネルという、まあ、液晶を使っているんですね、うん、今世の中の液晶って IPS 液晶かなり綺麗で鮮明だって言われている液晶を採用されていること多いんですけど、うん、あえてその残像感がなくて遅延が少ないっていうところの TN 液晶を採用しているのがゾーイさんなんですね。ってことはもうゲームに特化させているような、そう、そして、従来のモデルからだったダイヤクでダイヤクプラスっていう機能がついてたんですけど、今回ダイヤク2という機能が入ってまして、うん、残像感を抑えるという技術なんですけども、今回のダイヤク2はもうさらにその上を行く残像感のなさ、
なんで例えば敵がめちゃくちゃ早く動くゲームだったりとか、自分がもう移動スピードがかなり速いとか、瞬間的にいろんなことが起こるゲーム、もう全部情報を拾えるっていうところが、そして今回のモニターの大学2のすごいところだと思うので、これはね結構驚きがあると思います。まあちょっとこの弱点が今まであったんですよ、やっぱりその IPS エキションに比べてその色の鮮やかさちょっと劣るよねみたいなところあったんですけど、今回このモデルからカラーフィルムっていうのが採用されて、今まで弱点だった色味であったりとかいうところもしっかりこのモデルから改善されてるという。てかまあ正直僕ら使わせてもらったんですよね、それこそあの遠くをバーン撃ち抜くゲームなんかもね、えっていうのは敵やっぱはっきり見えるってやっぱ強いんですよ。シンプルにくっきり見える、くっきり見えないってあったら、やっぱりくっきり見えるのが強いですよ。今までこうかなり改善重ねてきたんだけど、もう本当に隙のない、状態になっていると。さらにあのすごい機能ありまして、 XL セッティングトゥシェアという機能でですね、その設定を周りの人に共有することができるということですね。すごいな。よくある、プロの名前、例えばじゃあ、ラズ、モニター、設定、検索、で一生懸命動画見ながら、あここはこれでこうかこうかって作業がいらないと、まあ、そうですね、もうかなり軽く簡単にできる。これ YouTuber 泣かせですよ、これ本当にそれで一本動画撮れますからね我々は、まあ確かにね、しかも暗い部分までこう明るくできちゃうんですよね、ホラーゲームでダメですよ、じゃあ確かに暗いのがね、いいゲームは、いいです。そしたらもうあのまたブラッククライド下げる、下げるって、いろんな、なのでプレイするゲームとか、に合わせてですね、自動的に画面モードを変更するオートゲームモードなどもあるので、そちらの方もね活用していただいて。しかも森脇さん、はい、今回特別に、私たちのこのプロファイル設定も、概要欄に載せちゃいます。おお、一瞬にして、オニアモニター設定、森脇モニター設定、もうこの言葉検索必要ありません皆さん、多分してないと思うけど、みんなあんまり検索ね、参ったな、はい、あとまあ一応ラズもね、一応一応ラズさんの、一応ラズもの、ね、概要欄に載せてあるんで、あのそれぞれ見比べてみてください。はい、はい、ということで、こちら電球ゾーイ XL2586X のご紹介でした。はい、ということでね、いやもうね、ちょっと僕はね、正直これを見て、あ、買うわで終わってほしくないんです。見て納得して買ってペイトゥーウィン実感してほしい。そうですね、もうご自身の目で確かめてください。もう俺はこれ感動したんで、これ持って帰ります。え、持って帰るの？うん、普通に。しかもこれね、今回ね、あの持ち運び用にここに、ね、グリップがあるんですよ、これ。ここをこれでこう持っちゃうっていうね、持って帰って、ベッキーゾイさん、感謝します。感謝します。普通に僕もう帰るの？あ、俺もそこに向かっていく。あ、そうなの。普通に、うん、あのペイトゥーウィン、ペイトゥーウィン、え、俺のは